多分14個で、なんか14個って切りが悪いから、うん、実は最後の1個が、実はミュウが持ってて、いや、集めてくれてありがとう。なるほど。残る実はもう一つだって、それは僕が思ったから、みたいな展開があるかも。誰でしょう。このスカイプリズムを使って僕は、真の神。アルセウスになるって言って。黒幕だったんだ。ニューがアルセウスに進化するんでしょ。進化しないと。勝ったよ。なるー。いや、いけず。まあ、多分、その人が似てはいいんだろうけど、俺にはやることがある。お。なんでマジなんで、お前何かした？ついでにキーブゾーンのゴマ状に木の実あげる？大きな木の実くれって言ってたんだけど、ゴマゾーンこの前の収録でカビゴン投げちゃったから、なくて。ケーブゾーン。あ、まあ、ケーブゾーンには元からいつもやったから。ゴマゾーンの方が気持ちないと思うんですまあ、懐かしいな、ここも。暗くて見えない。大きな部分もないね。リンないね。リンクダーク、リンクダーク、ダーク、ダーク。あ、こっちもある。あくな？ちょっとに？あるごまちゃん。どこ？俺、これ持ってく。だから、友達になる。え？沢村いるんだけど。お前は？沢村。何でいんの、お前。何でいんの、お前。マグマゾーンでイブラとバトルつもりだから、ちょっと温泉にお呼びするかな。先にゴマゾーンを渡してくるわ。どうやって泣き呼ぶんですか？まあ、もともと気分の用があったな。ごまぞー、あった。ごま、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 ごま。ごまぞーにきー。あ、これやるよ。わー、ありがとう。大きな木の実くれるだね。嬉しいな、友達になろう。遊びに来たんだ。ポケパークに温泉があるなんてびっくり。よし、沢村。沢村さん。やろうか、沢村さん。どこだ？どこ行ったな。あ、逃げたか、いつ。お世話になったか。黄色い稲妻に。マジでどこ行った？あ、あれか？あれだ、ぴょんぴょんして。
にしようぜ。見えねえぞ。でもね。ああ。四角からの攻撃なんてずるいぞ。そんなんで勝って嬉しいのか、お前。どういったやつ？引っかかってる。痛い痛い。ああ、ちょっと。お前が殺した。お前のせいだ。もう一回。もう一回。今度は四角から、また嬉しい。でも見切ったよ。早めにも当たる。どうか当たるかな。田村くんって思ったけど、ピクミンにこんなやついたよな。うん。じゃあセーブしといて。セーブしといて。あれ行くよ。なんかこの辺に行ったりする。そうだね、その辺の。どこだ？どこにいるんだ？結果全然いかないね。お、あ、もう一回結構かー。もう一個は何回もしたなぁ。これで何回もやってるけど倒せないんだよな。ほらなんて、なんて、あ、でもストーンゾーンにもいいのかな、もしかして。え、すごそう。え、俺はこの子と友達になりたいんですけど。ストーンゾーンの縁行った友達になれるみたいな。か、この子はストーンゾーンにも行ってみたいな。一回一回誰か次の日も帰って一回終わろうか。頑張って。バイヤード。バーディーバーディー。あなたはマグロゾーン行かない？わかる？これカレントロコじゃなかったっけ？違いましたね。ちゃうわ。あ、言うこと違った。マグロゾーン行って。カットよろしく。カットします。マジなんならさ、気をつけるからさ、うん、クチータを友達する条件だけ調べさせてほしいんだけど。調べるか。で、なんか、ストーリーに変わりそうだったら、はい、黙っといていいから。はい、教えて。このままだと俺、クチータに取られた数分、コータスをしばけに行くかもしれない。結婚する方を調べてもらってます。お、わざっぺに行きますね。わぁわざっぺに行きますね。まあ、最近わざっぺもだいぶ信用できるようになったっていうし、うん、聞こうか。あ、なるほど。コース、あと2位友達になれるそうです。ん、この後。あ、この後物語を進めていくと友達になれるそうです。あ、なるほどね。
ワザップだよね。ワザップです。そうそう、ワザップです。おお、立派。おお、すげえ。ワザップといえばさ、うん。なんか、YouTube で時々上がってるさ、うん、あの、ポケモンのワザップ情報を現実化してみてみたやつやる。あれ結構好きなんだよ。うん。君たちが広場にいるって、ピカチュウが教えてくれたんだ。でも、君、俺が教えた直後、すぐこっちには来ずに、バシャモンさんのとこ行ったよ。そうだね。ねえ、見て見て、私、ポケパークのみんなと仲良しになるために、トリーハウスを作ってるの。トリーハウス。僕は危機を直してるんだ。これから熱い空気を入れてくませるよ。あれはなんか御三家の、ああ、はい、だから御三家のさ、序盤進化、うん、でなんか一番ピカチュウと並んでて四季風ってやっぱポチャマだなと思って、あ、確かに、いや、お盛り上がってるところ悪いがよ、ミューからの伝言だぞ。ミューから伝言。今、ミューズ何やんの？プリズムのかけらを見つめたら、集めたら、スカイガーデンに届けてほしいってさ、分かったからよろしくな。ミューと会えんのさ、簡単に。やっぱこれミュー、このアクセスない。夢だけど、夢じゃなかった。でもスカイガーデンってどこにあるんだろう。さてな。ミューさんさ、伝言してるんだろ。ちゃんとその辺も教えてくんないか。そうだ。俺も知らないぞ、スカイガーデンなんて。古い一切だと思ってたからな。スカイガーデンってそれなら、ハウスゾーンのムーマイ様に来てみたら？違う。え？ムーマイ。ムーマイ。え？次ハウスゾーンじゃん。ムーマイさん。本をたくさん読んでるし。ハウスゾーンはムーマイのワールドだよ。ムーマイのワールド。え？エイビーがいる。待ってよ。強くなってくるのがいい。待ってください。ハウスゾーンの次ってことは、はい。サンドゾーンだっけ？ストーンゾーン。ストーンゾーン、最後じゃん。じゃあ最後にちょっと。そうだね。ここにいた。妹さんを僕にください。ラブだし、ただだよ。え、ただ。これは、お兄様に認められたってこと。ラブだし。バカバカ、何それ、スイッチ？あー、なんか。気持ちいい。そう。あ、な、わかんねえな。なんか俺が多分、タイミング下手なのか。正直一番、自分の声で。正直、他は、技術でカバーできなくなったけど、シリはちょっと技術でカバーするには指が痛くて。てか1500個ってことは、あと1回。早い。サラマンダーよりずっと早い。君は何だっけ？ビダーン！ビダーン！体力はいい。10万ボルト。まあ多分射程でしょ？うん。エンテルなんだよ。動きは？いや。アイアンテールは割と使いづらいから、相手はアウトの人のために使ってるから、ちょっと自分はかな。オッケー。もうなんかピカチュウ完全体にするにはあと、5000個。興味5000個必要か。
まあでも最悪裏で金のやつやってればね、すぐ溜まるし。攻撃力か。もう上がんないね、でも1500で最後じゃない。ああ、ほんと。あの、射程もなんか伸びてる気がするような、しないような。こっちもガンつけるか。頑張ってる？おぉ。やるな。こっちや！やっぱなんかピカチュウと並んでしっくりくるのは取ったからな。ここにいるのは、そうですか、そうですか。マネネ。マネネ。マネネ何ですか。マネネ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 マネ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 マあんまり教えて。まあ、ほぼほぼ9割だから、俺が最強ってこと。まあ、なんだよな。つまりもう、100% は見れないんだな。そうだね。上には誰かいるかな。ネムッチがいたよね。いいね、この空間。なんか、サンムーンの、思い出すな。あ、わかる。学校みたいな。なんだかんだアニポ系のサンムーン編面白かったよ。うん。じゃあ、一回区切りますか。じゃあ、少し休憩して、なんか、大きいゾーンだっけ？ハウスゾーン。ハウスゾーン。いいですか？はい、ね。あっちがスポンゾーンだ。そうだね。ちょっとハウスゾーンの手前で。いっぱいいる、いっぱいいる。いい、めかわいい。じゃあ、終わります。一回休憩します。お疲れ様です。はい、進みます。